車のおもちゃとかあるじゃないですか。あれを分解してこう中の歯車見るのがめちゃくちゃ好きで。自分の通ってた工業高校とかの先生とかがなんか出身校がここっていうのが多いっていうのを聞いてて、あ、先生になりやすいのかなみたいな。旋盤はなんかマニアックなんですけどがっちりしててすごい危ないものなんですけど、寸法とか考えていれないとなかなか精度が良くならないから、精密なものっていうか繊細な感じが好きだなっていうのと、溶接はただ単になんか目に見えて加工したなっていうのが分かるんで、そういうのが好きだなと思いました。夏ロボとかの大会の時は、まあ、ちょっとした加工しかしなくて、で夏終わりになんかイベントみたいなのがあって、それの時は設計加工を全部やって、設計する人がどんなに大変なのかっていうのが夏で分かったなみたいな感じ で今度NHK の大会に向けて頑張ろうっていう感じなんで、どうにか設計の人たちとかをサポートできたらなっていうのを思います。何でもこう真面目に取り組めるようにしたいなっていうのを思ってます。高校の時よりはテスト勉強とかしないと点数が取れないし、授業も聞いてないと分かんないんで、眠たくても真面目にやろうかなっていうのを最近実感し始めたんで、大学では高校より深く学べるし、実習の設備だってたくさん整っていて、好きなものづくりを取り組むことができるんで、女子だってものづくりたくさん楽しめると思います。